ウクライナ軍がヘルソン州アントノフスキー橋東岸の湿地帯で数キロにわたり拠点化しているらしいよ。あのアントノフスキー橋は、ウクライナ軍自らのハイマース攻撃で通行不可となっているが、大規模反攻開始の兆しってわけかもな。ウクライナによる反転攻勢はいつ始まってもおかしくないもんね。さて今回はそんな南部ヘルソン州の現状について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍が南部ヘルソン州において、西岸から渡河したところで拠点を構築しているらしいと、アメリカのシンクタンク戦争研究所が2022年4月22日に明らかにしたよ。ここ数ヶ月の間で西側諸国から供与されたレオパルトニやチャレンジャー2などの操縦訓練を終わらせた。ウクライナ軍兵士が訓練先から次々に帰国していて、それら戦車もウクライナ国内へ一緒に運び込まれている状況の中、ウクライナ軍では新たな機構作戦用の部隊の新編成が進められており、反転攻勢が5月中旬にも開始されるということが強まってきたんだ。ウクライナ軍が国内で 1000km 以上にわたる戦線のどこで反攻を仕掛けてくるかいくつかの候補があるが、そのうちの一つとして、現在激戦も続くロシア軍に押されている東部ドンバス地方のバフムートに大部隊を投入し、弾薬未補給を理由に民間軍事組織ワグネルから見放されたロシア軍を壊滅状態に追い込むのではないかと見られているぜ。ただし、東部ドンバス地方はロシア南部と国境を接しているためロシア正規軍への補給は容易であり、同地域のルハンシク州とドネツク州はもともとが新ロシア派武装勢力の勢力範囲であるため、ウクライナ軍が奪還したとしても逆にパルチザン活動による激しい抵抗を受ける可能性が高く、ある程度まで進撃したとしても停滞するのではないかと考えられているな。仮に新編されたウクライナ軍の機構部隊をここで消耗した場合、ザポリージャ州やヘルソン州などの南部戦線に兵力を回すことは皆無となり、ゼレンスキー大統領が再三主張しているクリミア半島奪還の実現も遠のき、ロシアが侵略戦争を開始する以前の領土の回復は絶望的となるだろうね。これらの理由から軍事専門家たちはウクライナ軍が反攻作戦を仕掛ける地域は南部のザポリージャ州やヘルソン州であると推測を立てたみたい。そして、最も可能性が高いのは東部戦線のザポリージャから南下してメリトポリからアゾフ海沿いまで続く進撃するルートで、これによってクリミア半島からヘルソン州南部とロシア本土をつなぐドネツク州との連絡を断たれ、さらにアゾフ海沿岸からクリミア半島の東端とロシア本土のクラスノダール地方との間のケルチ海峡にかかる、クリミア大橋を長射程兵器で破壊することが可能となり、クリミア半島奪還への大きな一手となってしまうってわけ。しかし、メリトポリ周辺にはロシア軍が敵戦車の進軍を妨げる U の派と呼ばれる防御ラインを多数設置しているため、この方面での反攻はある意味で現実的と見られているぜ。冒頭で述べた戦争研究所の分析が正確な情報に基づいたものであれば、ウクライナ軍はヘルソン市周辺からドニプロ川を渡河して東岸からヘルソン州を奪還する作戦を計画しているとの予想が強まり、続報が待たれているね。しかも今回の戦争研究所の分析はウクライナ側や西側から入った情報からではなく、ロシアの複数の軍事ブロガーたちが投稿した画像などを分析したものとされていることから信憑性が高いと言われており、それによると、4月20日以降にウクライナ軍部隊がドニプロ川東岸の幅数キロにわたる湿地帯に上陸したところで、拠点を構築しているらしいんだ。ウクライナ軍が一時的に進軍したという情報があるのは、ヘルソン州でロシア軍が強固な守りを築いていたはずの東岸の小都市アリョシキの北方2カ所の地区だけど、ウクライナメディアからこの件について問われたウクライナ軍のグメニョク広報官は沈黙が必要だと述べて否定も肯定もせず、ドニプロ川の渡河が必要とされている現在の状況下で、ウクライナ軍においては困難な作戦が続いていることを理解してほしい。我が軍の安全が確保されていない現状では、機密は保持されるべきだとして具体的なコメントを控えたみたい。また、ウクライナ軍からはヘルソン市が4月23日までにロシア軍のスホイ35戦闘機による空爆を複数回受けたと発表されており、
これら東岸における動きとの関連は不明であるが、ドニプロ川の流域をめぐって緊張感が高まっていることは明らかだな。ロシア国営タス通信によると、ヘルソン州知事代行である親ロシア派行政トップのサリド氏が偽情報だと反発したことを伝えたほか、一部のロシアの軍事ブロガーから発信された情報では、ウクライナ軍がドニプロ川東岸を奪還したのは一時的だったとされていて、様々な情報が錯綜しているよ。これに対して戦争研究所ではロシア軍は占領下にある都市部の防衛を優先していて、ドニプロ川東岸付近は最初から兵員を配置していなかった可能性があると分析しているね。ヘルソン州をめぐっては、昨年の9月末にプーチン大統領が東部ドンバス地方のルハンシク州と、ドネツク州及びヘルソン州並びにザポリージャ州の併合を宣言したが、11月にウクライナ軍が州都ヘルソンを含むドニプロ川西岸地域を奪還されてしまい、ロシア軍はウクライナ軍の渡過を防ぐために東岸地域を要塞化したと伝えられ、ヘルソンを含む西岸地域を盛んに砲撃していたんだ。ヘルソン州はロシアが実効支配するクリミア半島の付け根に位置し、ロシア本土とクリミアを陸路で結ぶ回廊の一部をなす重要地域であり、戦争研究所が発表したように、ドニプロ川東岸地域へのウクライナ軍の進出が事実であれば、ロシア軍はクリミア半島とその回廊の防衛に戦力を割かなければならなくなり、この半年以上にわたって戦力を注ぎ続けてきたバフムートなどにおける戦闘がさらに停滞することも懸念されるため、今回のウクライナ軍の動きはロシア軍を翻弄する陽動作戦の可能性も十分に考えられるよな。現在、ウクライナ軍が劣勢状態となっているバフムートでは、ウクライナ側はロシア軍への抵抗を続けて出血を強いるとして、大損害を与えて消耗させながら自軍の新たな機構部隊編成のための時間稼ぎを行い、ロシア軍がヘルソン州防衛のため東部戦線に集めている兵力を割くことになれば、バフムートでの圧力が低減してしまうかもしれないね。またプーチン大統領が新たな動員令を発令すれば、ロシア本国から大規模な増援をウクライナへ送り込むことは容易ではあるが、現状は東部ドンバス地方の戦力を維持しながらヘルソン州に兵力を配分するには、ザポリージャ州の部隊から派遣しなければならず、同州のメリトポリを奪還することを目指していると予想されているウクライナ軍にとっては、この地域の防御兵力が薄くなることは望ましいに違いないぜ。いずれにせよ、ウクライナ軍はロシア軍の動きを警戒しながら反攻作戦を展開する戦線を決定できるアドバンテージを持っており、ロシア軍が神経を研ぎ澄ます状況が続くことが予想されるけど、その一方でプーチン政権はベラルーシとの連携を強めており、核兵器が搭載可能な短距離弾道ミサイルイスカンデルの運用訓練を終えたベラルーシ軍兵士がロシアから帰国したことをベラルーシ国防省が発表していて、ベラルーシが配備に合意したロシアの戦術核弾頭の扱い方を学んだ可能性があるとして、ロシアが核を後ろ盾にしつつ両国が納得いく終戦を告げることを期待したいよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。